海外の投稿動画の中で、日本のマクドナルドのドライブスルーに無防備で置かれた募金箱について取り上げられており、海外で物議を醸しています。投稿者は、他の国だと、あっという間に盗まれているという見解であり、日本人の誠実さが特別であることを語っています。日本では、募金箱に限らず、自動販売機や野菜の無人販売所など、人が物を取らない前提の売買や、キャンプや登山でも、荷物をそのまま置いておいても、ほとんどトラブルが起きません。日本の治安の良さは、穏やかな日本の国民性が生み出したものであり、海外からは羨ましがられることが多いようです。そんな、日本の無防備な募金箱に対する海外の方の反応を見てみましょう。海外の反応。日本のこういうところは、ほんといいよな。日本に行きたい。地元のお店は、ドライブスルーの窓口の下側の壁に取り付けられてる。お店の中に見張ってる人がいるのかどうかは、わからないけど、互いに対する態度から判断するに、日本人は、多くのキリスト教国家の人間よりも、よっぽどキリスト教徒的だよ。それは間違いないね。日本人は、俺が好きなタイプの人たちだ。アメリカでも、それができればね。でも、まず無理だ。悲しい。本当に悲しい。悲しくなるな。質の高い社会は実現可能なんだってことを、日本は見せてくれてる。一度、道から外れてしまえば、二度と後戻りはできない。素晴らしい指摘だと思う。妻も僕も、誠実さを持つことは当然のことと考える家庭で育ったんだ。小さい頃から、その大切さを教えられてきたよ。だから、僕たちが日本に行った時は、まるでホームにいるように感じた。同時に、母国の人たちも見苦しくない行動をしてほしいと思った。消防士が、怪我人の手当てをしてる隙に、非常用消火ポンプとか、装備を盗んでしまう人がいる、って話を、読んだことがあるんだ。愕然としてしまうくらいにひどい社会だよ。うちの近くのマクドナルドのドライブスルーにもある。でも、棚の下側とつなげられてるから、持ってくのは絶対無理。こりゃあすごい。俺が住んでる街で実際に起こったことなんだけど、二つの募金箱が、設置後一週間で盗まれちゃったらしい。まあ日本だけだろうな、こういうのは。本当にクールなことだと思う。私の感想。人のものを盗まないという考え方はあまりにも当たり前ですし、盗みだけでなく、暴力や誹謗中傷なども含めて、悪であることを、日本人は小さい頃に教え込まれます。しかし、人間が追い込まれた時、空腹と悪、尊厳と、悪、命と悪を天秤にかけたとき、悪に手を染めるのは必然ではないでしょうか。大切なのは、一人一人が追い詰められない社会にすることなのだと思います。